ロドリゴ・ハビエル・デ・パウルは、アルゼンチン・サランディ出身のサッカー選手。アトレティコ・マドリード所属。アルゼンチン代表。ポジションはミッドフィールダー。ラシンクラブのユース20年在籍。2013年2月10日のアトレティコ・ラファエラ戦で、マウロ・カモラネージと交代し、デビューを果たした。2013から14シーズンには、定位置を確保し35試合に出場した。 2014年5月9日、プリメーラディビションのバレンシア CF へ470万ユーロ移籍。契約には、ルシアーノ・ビエットとの優先交渉権が取り付けられた。2014年8月23日のセビージャ戦で、スペインデビューを果たした。2014から15シーズンには25試合に、出場したが大半が途中出場であり、翌2015から16シーズンにはさらに、 出場機会を減らしたため、2016年2月に、フルスのラシンクラブへ、レンタル移籍で復帰した。2016年7月20日、セリエ A のウディネーゼ・カルチョへ5年契約で移籍。2018から19シーズン、リーグ戦で9ゴールを決める活躍で、アルゼンチン代表デビュー、2020年からチームのキャプテンを務めている。2020から21シーズン、9ゴール9アシストを、 決めてチームに貢献した。2021年7月12日、ラリーガのアトレティコ・マドリードへ5年契約で移籍。スペインのメディアによると移籍金は3500万ユーロと推定されている。2018年10月11日、イラクとの親善試合でアルゼンチン代表デビューを果たした。2019年5月、コパ・アメリカ2019に出場する。 アルゼンチン代表に選出された。2021年6月、コパアメリカ2021に出場するアルゼンチン代表に選出された。国際 A マッチ31試合得点。ありがとうございます。